まあ皆さんに、うわ、何？なんか隠し持ってる。怖い、これ。何？え？僕らね、これ。撃たれるぞ、これ。なんだ、銃か？いや、なんか、悪いことした人いない？え？悪いこと？なんか、週刊誌みたいに取り上げられてたんだよ、俺ら。週刊誌？え？まあ、雑誌みたいなのに。ちょっと待ってよ。誰かが。どういうこと？え、本当の雑誌？え、どういうこと？マジわかんない。あれね、土井谷がなんか、この間、おい、刀出せって。そんなことしてんの？俺じゃねえ、ビートたけしだ。刀持ってこいでしょ。え、なに？え、すっぱ抜かれた、なんか怖えよ。いや、そんな、俺たちレベルでそんなことある？いや、あるね。なに、どういうこと？え、ちょっと待って、恥ずかしいわ。逆に待って、マジで予想してた。ついにしたいよ、予想したい。先にね、先に削除した方がいいと思うよ。え、この中にいんの？うん。あ、加藤さんなしも。あれだろ、お前のなんか、結婚式出たやつじゃない。いや、何やそれ。なんだそれ。そんなこと違うだろ。何これ。僕らね、雑誌に載ったんですよ。え？ガチ？いや、もう怖いわ、もう。ちょっと待って、媒体何？ちゃんとメディア？媒体じゃん、媒体ですね。え、本当にお前。超有名ですよ。え？有名？だから、アーに載ったんですよ。え、これ俺ら？俺ら、これ。あ、これ俺じゃん。一応この付箋が僕らの載ってるところなんですけど、1枚ずつちょっとなんかその。こんな写真撮ってた。1枚ずつ？結構ね。え、アーなんてことはプラスじゃないの？マイナスなの？いや、プラスですよ。あー、え、いや、おしゃれすぎる YouTuber とかってこと？からここに乗ってる。あ、まあちょっとね、あんま、あ、見ていきましょう。あ、見えていくの？普通にこのまま行っちゃっていいの？行っちゃっていいの？あ、なんか、見たい見たい。料理と、僕ら出てますか？ファッションと、はい、パンダちゃん。パンダちゃん。いいね。おー、俺ら。違う違う違う。危ない。俺たちかと思った。俺たちかと思った。こんな写真撮ったかったな。いや、俺ら垢抜けたな。いや、服かっこよくなったな、これ。全然覚えてないの持ってたから、この時。まあ、なんか、アイドル。だから、この流れ来たらやばいんじゃないか、俺らちょっと、物理的に。なんか、すげえ可愛い。可愛い感じ。あ、山本さん可愛いっすね、やっぱ。みんな。あ、宇垣さん。宇垣さんもね。あいみょんさんも。あ、もうね、全員好きなの。好きなのよ。キングヌーさんも。うわ、ライバル。いや何 YouTuber とアーティストがライバルじゃない。いろいろ載ってますね。こんな芸能人が載ってるようなもんですよ。ガチの写メばっかだしね。あ、でもこの辺じゃ海外ドラマ特集ですね。あ、確かに。いや、この違うだろ。俺たち別に海外ドラマ作ってない。海外ドラマ寄せてるからね。ストレンジャーシングスの横にあるんじゃない？こんなとこに愛ですよ。あれじゃね？違うか。違うな。こんな、だから映画とかありませんから、僕。あ、映画！いや、映画。ああ、これだよね、動画が映画と表現されてる。恥ずかしいから。飯田さんカットされましたよ。パートナーしますからね。ここはなんかアニメとか特集じゃねえの。ドラマとかだね。あ、YouTube。あ、動画聞き。あ、YouTube。映画じゃないやん。あら、俺らじゃないやん、しかも。あ、いや、でも動画とかあるか、この辺にあるんじゃないの。ほら。ないない。ああ、うるせえ。うるせえ、お前。わあ、見てください。お前リアクション仮作家だろ。ここ見てください。第2グループ、ズバ抜けた企画、うん、規模、一度見たら、病みつきに。おぉ、ありがたいっすね。なんか、ネオバラエティって薬で、レイト先生の隣に。ネオバラエティってなんすか？ネオバラエティ次世代のバラエティってことじゃないですか。あ、そういうこと？ネオバラエティちょっと読んで。ネオバラエティとは。ネオバラエティとは、素人っぽさが受ける YouTube で、テレビ番組と肩を並べるくらいのハイクオリティな動画が出現。CG などの特殊効果を駆使したり、テレビ級の企画力を発揮したりと、技術の高いものが続々。うわ、だって嬉しいっすね。多分ほとんどのコメント横のレイト先生のコメントだよ。でも、いきますよ、第2グループ。ああ、ズバ抜けた企画規模、一度見たらやみつきに。チャンネル登録者数は約51万人。中学時代からの友人6人組で結成され、心霊スポットや無人島などを舞台にするなど、手の込んだ企画を番組化、企業協賛も入れるなどほど本格的で注目度も高いですって。ちょっと嬉しいけどさ、全然大丈夫じゃん。全然いいことや。最初不安すぎてさ、マジで何もしてない。見覚えがないもん、本当に。なんかもう疲れちゃったわ、最初。本当に。いや、嬉しいっすね。いや、いつか1ページ飾りたいっすね。
ちょっとちっちゃい。いつかね、この夢大きくでしょ。いや、ありがたいっすね。ありがたいっすね。あ、そう、意外と俺なんか、ちっちゃって言うのかと思ったら意外と。いやいやいや、あーんすよ。さすがにね、わきまえてる。いや、まあまあ、正直思ってるよ、ちっちゃいな。まあ、やめろ、お前、ほんとに。まあでも、まあまあ、これはまあ僕らの力不足なんじゃないですか。まあ、そうだね。ちっちゃいのが文句言ったってしょうがないです、こっからだから。ここになんか、あの、俺らのあの、全員集合で足入ってた。やだ、それ、なんだこれが今。歩き回る。それでネオマブリって言ってもなんかそれすごすぎる。それならもうなんか白背景の2でいいわ。嬉しいっすね。はい、まあ、ということで、ね、いやいやいや、もう本当にありがたいことっすよ、これは。ちなみにあれですか、なんか次の週なんか特集とかの話とかあったりするんですかね。ねえ。急に特集なんで。こっから早い特集まで。一個ここで話して。それはやそれ口でいけないですからね。ねえよ。しかもネオバラエティ部門でも特集されてるわけじゃないからね。確かに2つのこれなんかさ、この動画を通して言っときたいけど、僕ら取材とかは全然受けるよね。あ、受けたいっすね。来てねえだ、来てねえだけじゃないの。受けるよって、受けたいです。受けたい。うん。あの、まあ最新号に僕ら一応ね、はい、よかったらね、買ってみてください。いや、違う、見せただろ、もう全部読んだし。全部読んだし。一つもねえよ、これ。これ以上でもこれ以下でもない。いやということで、まあ、はい、ありがとうございます、はい、本当に。